フェメです。バイトです。フェメのバイトチャンネルです。ラジャベイ。さあ、というわけで始まりました。今回の動画は、フェメが熱く語るバックグラウンドストーリー回ということで、今回が全部で4回目になるんですけども、まあ本日もバイダンはこう皆様と同じ側のね、目線で楽しみたいということで、こっち側にいますね。はい。あなたたちと同じところの世界線にいます。さあ、そんなわけで本日バックグラウンドストーリーを喋っていくわけなんですが、はい。本日お話しするバックグラウンドストーリーのアトラクションは、東京ディズニーシーのミステリアスアイランドにあります、センターオブジアースというアトラクションでございます。さあ、こちら。まあ、センターオブジアース、まあ、乗ったことあったりとかね、まあ、絶叫系なんで、まあ、乗ったことないという方もいるかもしれないんですけども、まあ、ミステリアスアイランド。ここがそもそも、こうネモ船長っていう、まあ、探検家、まあ、研究してる人ですね。このネモ船長っていう人が、まあ、もともと原作の映画があるんですけど、そこで、まあ、失われた大陸のアトランティス大陸というものをこう探している人なんですよね。簡単に言うと。なんで地底を調査してみたりとか、その海底を調査してみたりとかして、いろいろとこう探検、調査を進めている人なんですけども、これ天才科学者のこのネモ船長が、このあの地底の、まあ、発掘というか、この調査を進めているところをこうゲストたちもこう一緒に入ってこう探検調査することができるということでセンターオブジアースなんですけども、さてこちらでまず、まあ、注目していただきたいのがこうネモ船長の発明品たちなんですよね。はい。でまず一番最初に、まあ、言えますのが、皆さんがこうセンターオブジアース乗るときに乗り込むこの地底走行車と呼ばれるこの車、この車もネモ船長の発明品ですし、こうプロメテウス火山にこう突き刺さってるあのドリルのやつ、あれがドリリングマシンっていう、この2本のこのドリルの刃が特徴的なのもネモ船長の発明品と、で他にも皆さんがこう並んでる途中に乗り込むテラベーターと呼ばれる地底用のエレベーター、これテラベーターっていうものとか、様々なネモ船長の発明品があるんですけども、そんなネモ船長の発明品の最初に言いましたこの地底走行車というものにちょっとしたエピソードがありまして、これがもともと100台あったって言われてるんですよね。でただ今99台しかないってことで、1台なくなってしまったというようなエピソードがあるんですよ。さてこれがなぜかと言いますと、センターオブジアース乗っている途中のところで、こう右側からこの怪獣みたいなやつが出てくるのを乗ったことある方は覚えてると思うんですけど、あれがラーバモンスターと呼ばれる、まあ、地底怪獣でして、あのラーバモンスター実はメスなんですけども、こう我々この地底走行車に乗ってる人たちにめちゃめちゃ怒ってるんですよ。さてこれがなぜ怒ってるのかというと、このラーバモンスター実は卵を産んでいて、ずっとこう進んでいて右側にラーバモンスターが出てくるんですけど、その直前のところでゲストの皆さんはこう膜に覆われた黒い影がうにょうにょ動いてるところの横を通り過ぎていくんですよ。実はそのうにょうにょがこのラーバモンスターの卵で、ラーバモンスターは自分の卵を襲われたというふうに勘違いしてラーバモンスターは怒っているということなんですけども、さてそのラーバモンスターのこの左下の部分を見てみると、実は壊された地底走行車が1台そこに置かれてるんですよ。その1台があるので、今は99台で全部は100台という風になってますので、ぜひ乗った時はそのラーバモンスター出てきたその左下のところも確認していただきたいというようなエピソードがあるのがこのセンターオブジアースなんですけども、さあそのこのセンターオブジアース、ま、もうちょっと細かいところを話していきますと、こう街列進んでいく途中のところにもいろいろなところがあるんですよ。エレベーターに、まあ、テラベーターですね。テラベーターに乗る前に、こうなんか研究室みたいなガラス張りのところを何個か通過すると思うんですけど、実はあそこの中って、この地底と同じ湿度、気温に保たれていると。で、その中で、こうそれぞれ、こう生物だったりだとか、中で見つけた結晶だったりとか、そういったものを研究をしていると。例えば、結晶とかだったら、実はあそこに置かれてるこの青とか紫の結晶が置かれてるんですけど、あれを地底で叩くと、そう素敵な音色が聞こえると。ただ地上に持ち上げていった途端に音色は聞こえなくなってしまったんで、どうやら地底のあの気圧とかそういったようなものが関係してるんじゃないかっていうものがあったりだとか、いろいろな研究をしているのを見ることができるという楽しみ方もあるんですが、そんな内容をどこでどうやって仕入れるか、どうやって聞くかというと、実はセンターオブジアースも他のアトラクションと同様にお休み期間中があるんですね。まあネモクルーたちが独自の研究だ
を進めていくためのまあ準備期間というか、その間の期間があるんですけども、実はその間にマグマサンクタムツアーというものがあるんですよ。で、これが毎年やるかどうかやらないので、今年もあるのかどうかは一旦さておき、マグマサンクタムツアーという、これがメモクルーたちが普段こうアトラクションのための列にあるあそこをこう一緒にこうガイドのようにこう回ってくれるというようなツアーをやってるんですね。これスタンバイで大体30分ぐらいとかになったりとかする結構人気なツアーなんですけども、そういうようなものに参加するといろいろ話が聞けると。先ほどの決勝の話もそうですし、皆さんなんとなく耳にしたことあると思うんですよ。ミステリアサイランドでする挨拶、はい、左手をこう胸に合わせてモビリースという挨拶をするんですけど、はい、このモビリースというこの挨拶、はい、モビリースって言ったらモビリーって返してくれるっていうのがこのミステリアサイランドのこの挨拶なんですけども、さてこれがどういう意味かというと、ネモ船長の言葉でモビリスインモビリ、変化は変化を生む、つまり変化を求めよというようなこのモットーがあるんですね。そこから取ってきたこの挨拶ということで、モビリスって言うとモビリーって返ってくるっていうことだったりだとか、他にも、センターオブジアスのネモクルーと海底2万マイルのネモクルー、これコスチュームの色が違うんですよ。センターオブジアスの方はこう赤っぽい、なんか赤褐色のようなコスチュームを着ていて、で海底2万マイルの方はこう全体的に青っぽい、青緑のような感じのコスチュームを着てると。でこれがなぜかというと、センターオブジアスの方のコスチュームは地底の苔とかそういったようなものを繊維として使って編み込まれた衣装という風になってるんで苔っぽい色で、海底2万マイルの方は海藻を繊維のように編み込んでコスチュームを作ってるので海藻のような色という風になっているとか、そういったような話が聞けるのがマグマサンクタムツアーという風になっております。そんなような話を聞けるマグマサンクタムツアー、ぜひともね、まあ、やってる機会があったりとかしたらぜひとも参加していただけたらなという風に思うんですけども、はい、実は今までちょっと、まあ、アトラクション内部待ち列だったりとか、そのアトラクションが進んでいる途中の話をしてきましたけども、その外の部分でも楽しめるのがこのセンターオブジアスのすごいところなんですよ。例えばこのファストパス発見機なんですけども、このセンターオブジアスのファストパス発見機、普通のアトラクションのファストパス発見機とちょっと違うところがあるんですよ。これがどこかと言いますと、普通のアトラクションのファストパス発見機って発見終了ってなったらシーツがかけられちゃうんですね。ただセンターオブジアスのファストパス発見機だけシーツがかけられないんですよ。これがなぜかと言いますと、実はこの地底とのこう通気口となっているため、シーツをかけてしまうとその通気口としての役割を果たせなくなるっていうことで、このファストパス発見機にはこのシーツをかけられないっていうようなその理由があるんですよ。ですのでこのファストパス発見機の上の方を見てみると、その空気が出てくるこの通用口というか、この空気排出口みたいなものがあったりとかするっていう、そこまでこう作られたこのファストパス発見機だったりするんですけども、他にも街灯というかこの照明にも注目してほしいんですね。ミステリアスアイランドにあるこの照明が、これネモニウムって呼ばれる、これもまた一つのネモ船長の発明品なんですけど、これがネモ船長が発明した、簡単に言うとコードいらずの電球ってことなんですね。どのような仕組みになってるかというと、普通の電球だったら電線を引っ張って中に電気を通してって感じなんですけども、このネモニウムは地熱を利用して電気発電をすることができるということで、まあ、地熱を利用しているからこのコードが不要ですよねっていうのがこのネモニウムのすごいところなんですけども、地熱を利用しているからこそプロメテウス火山がこう噴火した時にぜひこのネモニウムに注目してほしいんですよ。噴火と同時にその地熱のこの変動によってチカチカチカってお電気がこうついたり消えたりとかしちゃうんですね。これがこのネモニウムの特徴ということで、この地熱を利用しているからこそそういったような不具合が起きてしまうというぐらいに、いろんなところにこう散りばめられたこのネモ船長の発明品たち、そういったようなものを見ていくとセンターオブジアスはより楽しめると思いますので、今僕が言ったような内容だったりとか、他にもネモクルーたちからお話、調査の進行具合とかを聞いてみて、いろいろ楽しんでみてはいかがでしょうかというようなものが今回のセンターオブジアスのバックグラウンドストーリーでございました。他にもね、ドリリングマシンについてだったりノーツリアス号があったりはするんですけども、それはまた別の機会にお話ししたいと思いますので、ぜひともパークへ行った際は、はい、いろいろそのあたり見て、実際に見て楽しんでいただけたらなというふうに思います。というわけで今回はバックグラウンドストーリーセンターオブジアスの会でございました。また明日の動画でお会いしましょう。それではまた明日。
インカメ慣れてなかったのもそうだけど、咳するタイミングうまくできなかった。一分終わってとかね。そう、一分中にグビグビグビということで、いや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 、切れ目で入れてよ。無理やり切れ目入れるから。切れ目で